品という時代がすぐそこに迫っています。いや、一流ホテルのね料理も冷凍食品と聞くと、もう何が冷凍でね何が手作りかちょっと混乱してきますね。区別つかずに食べてるってことですよね。だからもう文句言わせません。だって家庭に冷凍の食品が並んだって外でも召し上がってるわけですから。そうだな、知らず知らずにね、はい、もう冷凍の世界に入っているというね。ただだけどね、大量生産できてしっかり保存もできて、うん、しかも味もいいということになればね、そうですね、もうこれは自然と冷凍食品が主役になるの当たり前って感じもしてきたよね。だからいい悪い好き嫌いじゃなくて、冷凍って言ってる意識自体が気づかないうちに古くなってるって現実がね。でこの冷凍のキーポイント、でんぷん、でんぷん、これ意外でしたけどね、出てきました。でんぷんの神様登場しましたね最先端の技術研究してる人がお酒好きってねなかなか人間的だったなと思いますけどね。小学校の理科で言ったでんぷんですよね。そうだね、まあこれからあのいちごに代表されるようなね、はい、果物、野菜、それから卵、こういったものができればますます我々の世界はもう冷凍食品に取り巻かれるということになるんですね。さて次回は寄り道瞑想気ままな旅、新緑の道の子を路線バスで巡ります。温泉ラーメン、ウルトラマン、素朴な人情、豊かな暮らし、素敵なふるさと再発見、人間参加の道の子紀行にご期待ください。